はい、皆さんこんにちは。イエガーラフト KMT 小野川かとりどどどどどど。はい、皆さんこんにちは。イエガーラフト KMT 小野川ファクトリーの塩見です。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日も始まります。というかね、ため撮りです。ため撮りです。なかなか最近作業が忙しくて、動画を撮影する時間がございません。で、先日ね、久しぶりに動画配信しようかなと思って動画撮ってる時に、まあ、マイクのね、ピンジャックの取り付け忘れておりまして、無音のまんま45分間喋り続けておりました。で、なんか形で、今回ね、撮り直しの動画となります。はい。なので、ね、ちょっと一日に何本もちょっと撮っちゃおうかななんて思ってるので、服装が違わないことに関しては、ご了承ください。はい。ということで、撮りだめします。はい。今回ね、お届けするのは、スプリングのお話ですね。マニアックです。マニアックなスプリングの話をさせていただこうと思います。以前にもね、お話はしたんですが、まあ、当社のね、ちょっと待ってください。はい、当社のね、好評販売中の、こちら、JL リニアレートスプリングですね。ものすごく売れております。そして、ものすごく皆様から体感をしましたというコメントいただいている商品となります。これ、実は皆さん、えって思われるかもしれませんが、モーターサイクル専用のスプリングということで、当社 KMT が開発をいたしました。制作に関してご協力いただいたのは、大阪にあります、4輪のね、GT500 のチャンピオンマシンに装着されたスプリングで有名になりました、サスペンションプラスさんの製品という形になります。これね、シオミが二輪車用として、こういう特性で、こういう機能を持ったスプリングを製作してほしい、開発してほしいということで、シオミが提案するレシピにおいて、サスペンションプラス社長の宮浦さんがレシピを作ってくださったスプリングとなります。これもね、一発目でこれができたわけじゃないんですよ。試行錯誤しながら、いろんなスプリングをテストして、そして、ここにたどり着いた形です。なので、ここにたどり着くまでの間に作ったスプリング群は、残念なことにね、ちょっと廃棄をするという形をとって、申し訳ないことをしてしまったんですが、それがゆえにね、このスプリングの効果効能体感具合っていうのは皆様ご存知のご周知の通りだと思います。何が違うのっていうと、要はバネの特性を決める上で大切な要素っていうのが存在するんですね。まず見ていただいてわかる通り、当社のスプリングは全てシングルレートのスプリングになっております。一般的な、スプリングとしては、バリアブルレート、要は戦艦ピッチの狭い方と広い方が存在するような、途中でレートがね、切り替わるようなスプリングっていうのが存在します。そして、レーシングスプリングに代表される、こういったね、シングルレートスプリング、戦艦ピッチが常に同じスプリングっていうものが、まあ大きく分けて2種類存在するんですが、皆さんね、要はシングルレートスプリングとバリアブルレートスプリングっていうね、2通りで分けてしまってる。ケースが多いと思うんですよ。で、このシングルレートスプリングでも、やっぱりね、大切なのは、バネレートの設定と、からこの線形ですね、材料となる線の太さ、そして巻きピッチ、内径、こういったファクターの組み合わせがすごく大切になってきます。で、単純に、スプリングのバネレートを上げようと思った時には、要はこの線管ピッチを広げればいいんですよね。バネの、この、角度を、強くしていけば、立てていけば立てていくほど、バネレートは上がっていきます。そして、バネの線形を太くすれば太くするだけ、バネレートは上がっていくんですよね。はい。これもまあ、皆さんご存知の通りだと思います。そして、内径を広くすれば、バネレートは下がり、内径を、狭くすれば、バネレートが立ち上がっていくっていうのも、まあ、ざっと知られていると思います。
このくらいです。で、今まで販売されていたスプリングっていうのは、モーターサイクルに装着されているスプリングも、まあ、同じくなんですが、モーターサイクル用に開発されたというよりは、四輪用に開発された、自動車用に開発されたスプリングを流用するという形で採用しているケースが多いです。で、二輪車に合わせた二輪車用のスプリングとして特性を、設定するのって、まあ、あまりにもなくって、で、マニア度が高い。しかもですね、この周波数ですね、スプリングの動くときに発生する固有周波、固有振動っていうものをどういうふうに設定して、どのように整えるかっていうのが大切になってくるっていうところのお話も以前したことがあると思います。そこがね、きっちりとできているのがこのイエガーラウフトのリニアレートスプリングという形になります。もうね、今まで使っていたスプリング、例えば 0G から 1G、1G から 1G ダッシュっていう数値を削出しするときに、要は適度な削を出そうと思ったら、まあ例えばリアショックのスプリングに関して、イニシャルを20ミリかけなきゃいけない。まあプリロードとも言います。プリロードイニシャルを20ミリかけなきゃ出なかった。25ミリかけなきゃ出なかった。10ミリかけなきゃ出なかった。って言われるスプリングが様々あるんですよ。これってバネのスプリングの特性設定以下なんですね。で、当社のこのスプリング、素晴らしいのに、初期のイニシャルプリロードっていうのは、5、6ミリ、まあ7ミリまでかけることはほとんどないレベルで、削が出るんですよね。で、初期で縮められた圧縮を受けたスプリングというのは、常に伸びようとする反発力を貯めています。要はストレスなんですよ。ストレスを溜めたスプリングっていうのは、やっぱりね、いつまでも伸びようとする力が、反発力が強いので、要はね、初期の 1G ダッシュから、初期の動きがむちゃくちゃ硬くなるんですよ。で、むちゃくちゃ硬いのに、動き出してしまうと、ズワって一気に入ってしまうっていうのが今までのスプリングの特性でした。当社のイエガラフトリニアレートスプリングに関しては、この自由調から5ミリ圧縮したポイントから、設定レートが立ち上がるような作りになっております。なので、初期イニシャルを少なくかけて使えるんですよ。1G ダッシュが少ないイニシャルで出るように設定されております。これがね、素晴らしいんですよ。なかなかできたようでできない。ね、たかだかスプリングかもしれませんけど、その特性を持っているのが当社の JL リニアレートスプリング。ほぼ唯一と言っても過言ではないかもしれません。はい。このスプリングが今、爆売れをしております。ただ、当社ね、小規模事業者なので、小規模事業者です。塩見一人でやってるだけの小さなワークショップなので、どのスプリングでも対応できますよっていうラインナップはなかなかできません。なので、今、ラインナップしているのは、これ、ツインショック用のスプリングですね。メタリックブラックのボディを持つツインショック用のスプリング、内径が 47.5mm って言われる、全長 200mm のね、スプリングと、今回ね、新たに、中型クラス用に 180mm って言われる自由調のものを今、ラインナップしようと制作を進めております。なんでね、ツインショックスプリングはね、今この 47.5 と、全長が 200mm っていうモデルの 21N、23N、25N の3サイズのみとなっております。今度出てくるのが、自由調 180mm で、内径が 47.5、レートが22っていうのが今度出てきますので、なんで、200mm でも 180mm でもどっちでも使えるよっていうあの、車両に関しては、21、22、23ニュートンが、まあ、要は、選択できるという形になります。はい。で、今回ね、皆様にお届けしたかったのは、リアショックスプリングのお話ではないんですよ。リアショックスプリングのお話ではないです。リアショックスプリングに関しては、もう、すでに売れております。かなり売れておりますし、皆様の体感を、正味はたくさん聞いておりますので、もうこれは自信持って、あとはラインナップの展開を少しずつ増やしていくだけだと思っております。はい。で、今回ね、ご紹介 したいのはこちらですね。今開発中のイエガーラウフトアジャスタブルレートスプリング、こちらのご紹介です。
これがね、実装テストをするための最終テストピースが出来上がってまいりました。これがね、5作目という形になります。はい。で、これをね、Y63、当社の GSXR1100 に装着して、走行テストを行っていこうと思うんですが、ちょっとね、特殊な作りになっております。で、このフロントフォークスプリングに関しても、走行テストの結果をもとに、このリアスプリングと同じ、要は特別な周波数を与えたフォークスプリングという形になります。なので、ちょっとね、一般的なフォークスプリングとは、まあ、そもそもコンセプトが違うっていうところで捉えていただければいいかななんて思います。で、さっきね、リアスプリングのお話をなぜしたのかっていうと、皆様にスプリングの要は特性的なものをきっちりちょっと理解していただきたくって、先にリアスプリングのお話をしたんですよ。で、フロントフォークスプリング、よく出ている車種専用、何々専用とかって出てると思います。これね、ご存知だと思います。で、車種専用っていうスプリングに関して、ちょっとね、塩見が疑問に思っている点を、ちょっと述べさせていただこうかななんて思うんですが、車種専用って書いてるっていうことは、要はノーマルスプリングを取り外してボルトオンで装着ができるスプリングという塩見は捉え方をしてるんですね。なのでカラーを含めた自由調が全く純正スプリングと同一、内径も同一、それでレートだけが変更できますよっていうスプリングだと塩見は認識しております。なので純正と全く同サイズで、例えば純正が9ニュートンのスプリングだったとして、例えばオプションで出ているスプリングとして同サイズ同内径で、例えば 9.5 ニュートンだったり10ニュートンだったり 10.5 ニュートンだったりするフロントフォークスプリングが出てると思うんですよ。あれって長さ全部一緒じゃないですかね。長さ全部一緒じゃないですかね。で、長さ一緒で、さっきスプリングの話しましたよね。長さ一緒でバネレールを変えようとしたら、どうすれば変えれると言いました。長さが一緒で、内径が一緒で、バネレールを変更しようとすると、どうすればいいっていうお話をしようにしたでしょうか。そう。線形、巻き線の線形を太くするか、もしくは、巻き線の線管ピッチを広げていくことでバネレートを上げていくことが可能になりますっていうお話をしました。これがねリスクなんですよ。要は線形を上げていくって言っても、これ一般的にバネ工として出ている線は、この巻き線ですね、材料になっている線は径がある程度種類決まっているんですよ。例えばこことここの間のここは作れなかったりするんですよ。なのでただ単純に線形の変更で、その 0.5ニュートン刻みのスプリングを製作することは、まあ、不可能に近いっていうところなんですよ。まあ、このバネ材をね、ワンオフで作ればいいですよ。ロットオーダーして、もう専用品を作ればできないことはないです。ただなかなかそこまではできないっていうのが一般的なスプリングメーカーさんの動きです。なので、同一サイズでレート変更するときに、この線管ピッチを広げるんですよ。例えば10ミリピッチで作ってあるスプリングを12ミリピッチにするとバネレート上がりますよね。はい。そういった形で、要は曖昧にしております。間を取って制作しているというか、まあ、ついつま合わせをして制作している形になります。ただですね、線管ピッチを変えると、先ほど塩見がすっごく大切だって言った周波数帯が大きく崩れてしまいます。なので、面白いのが、塩見がラインナップしている JL スプリング、これ、作れないレートが存在してるんですよ。同一のサイズで、例えば、5ニュートンずつ展開をしていきたいとかってあるじゃないですか。ね、5ニュートンずつ展開をしていきたいなってあると思うんですけど、5ニュートンの刻みができないことがあるんですよ。それはなぜかっていうと、周波数の特性を崩したくないからなんですね。例えば、113ニュートンは作れます。118ニュートンも作れます。でも、108ニュートンは作れなかったりするんですよ。そういった線形とサイズとレートのバランスが
まあ、取れない。狙った周波数で実現できない場合は、シオミ、そこ、ラインナップしないという選択をしております。なので、なんでシオミさん、こんな変な飛び方をバネレートがしてるんだろうな。スプリングレートのサイズが、トン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 って同一刻みじゃなくって、トン、トトンみたいな、こう、刻みをしてるのかなっていうのがそこです。要は、理想的な周波数帯が設定できないから、ラインナップしていないっていう、流れになりますので、このあたりはね、ご理解いただければと思います。で、例えば6インチのスプリングでは実現できないけど、7インチの重長のスプリングだったら実現できるっていうものもありますので、例えばこの車両には6インチのスプリング、この車両は7インチのスプリングで対応するみたいなことも当然できますので、そのあたりはね、ちょっと参考にしていただければいいかななんて思います。はい。で、ちょっと話は戻ります。塩見、今回作ったスプリング、レート変更ができますよというお話しました。アジャスタブルレート。要は、レートをスイッチ、チェンジすることができる、要は日本初かもしれない。かもしれない。フロントフォークスプリングっていうことで。で、これね、なんでこういう構造になったのかっていうお話をまずします。重長を同じで統一して、バネレートを変えるのをしたくなかったんですよ。なぜならば、周波数帯が潮見の狙ったところから外れてしまうから。っていうことになります。はい。周波数帯。要は、このこのスプリングレートだったら、この周波数を使いたい。このスプリングレートだったら、この周波数を使いたいよっていう潮見の、要は希望、野望があります。ここに対して、外れてしまうような設定はしたくない。なので、同一寸法で、レート違いのものを潮見は作らなかったんですね。で、一番最初からタイプ1のテストピースから始まっておりますが、これも、レート違いで長さが違いました。要は、戦艦ピッチも変えたくないし、巻き線も変えたくないんですよ。なんで、長さでレートを変更するという形を取りました。なぜならば、周波数を統一にしたいから。同一の周波数帯で動かしてあげたいからっていう選択をしました。で、今回、今、プロトタイプで出来上がったこの、アジャスタブルレートスプリングに関してなんですけど、これ、実は、レート変更で長さが変わります。はい。アジャスタブルレートをすることによって、自由長が変わる仕様のスプリングになります。はい。で、今、設定しようとしているのが、一応ね、41π と 43π のフォークに一応使えるように考えております。で、はい。これね、一応、内径が 25.5、外径が 35mm ほどの、スプリングになります。まあ、ざっくりとした数字ですよ。内径 25.5、外径が 35mm のスプリングとなります。で、自由長は、一応ね、これ、車種に合わせて、潮見がね、製品を作って出そうと思うんですが、今ね、320mm ぐらいの長さを持っております。320mm ぐらいの長さを持っているスプリングに仕上がっております。これでね、41π のフォークと 43π のフォークをある程度網羅できるんじゃないかなって思っております。で、このスプリングを販売していきながら、採算が取れた時点で、今度はですね、もう少し小排気量クラスの、まあ、例えば 39π、41π の、要は小排気量クラス向けのスプリング製作もちょっと今考えております。はい。とりあえずね、43π で、ベースでちょっとやっていくので、一応、このアジャスタブルレートの、レートの、要は、幅っていうので、今お伝えしていきますが、一応ですね、8ニュートン、8.25 ニュートン、8.5 ニュートン、8.75 ニュートン、9ニュートン、9.25 ニュートン、9.5 ニュートン、9.75 ニュートン、10ニュートンですね。すいません。8ニュートンから、10ニュートンまで推移をしていくスプリングユニットという形で今、プロトタイプを設計しております。これがね、テスト結果が上々で、早ければ、ちょっとね、販売スタートしていく流れを作っていこうかな、なんて思います。まあ、年明けにはスタートできるのかなっていうペースで今進めていっております。はい。ちょっとね、面白いスプリングができるんじゃないですかね。で、この周波数帯も、潮見が実装テストにおいて、まあ、バランスの取れたところで設定しております。で、よくね、お話がありますが、車種が変わると、その
理想的な周波数も変わってくるんじゃなかろうか、ないですかっていうお話をされる方がいらっしゃいます。その通りなんですよ。その通りです。周波数帯は車種によってやっぱり変わってきますし、ライダーの好みによって変わってくると思います。はい。なんですが、今までじゃあ、理想的な周波数を皆さんご存知でしょうかっていうところで、まずね、皆さん知らないと思うんですよ。今まで皆さんが選択されてきたものは、スプリングレートのみだと思うんですよ。周波数なんて気にして選択したこともないはずなんですよ。その皆さんが、これからですね、周波数帯を、要は知るきっかけになるのがこのフォークスプリングだと思っております。しかもですね、選択間違いをしても、つじつまが合わせれるアジャスタブルレートスプリングという形になるんですよ。9ニュートン買って、いや、足りなかったな、9.5 を買い直そうか。あれ、9.5 じゃ高かったんで、間を取りたいから、左と右とで9ニュートン、9.5 ニュートンみたいなバラバラなフォークスプリングを入れてみようかなって思ってた皆様。はい。今回、0.25 ニュートン刻みでアジャスタブルできるスプリングになりますので、より細かなセッティングが可能になります。ここも大きなメリットだと塩見は思っておりますので、ぜひご期待をいただければと思います。今までね、先人がやっていなかったこと、やってこなかったことを塩見が形にしていく。これがね、後発メーカーの強みでもあり、小規模メーカーの強みでもあるんですよ。ただですね、いかんせん、規模が小さいので、大きなことはできません。小さなことからコツコツとやってまいりますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、この動画参考になりましたと思われましたら、ぜひグッドボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日も見てくれてありがとう。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。また見てね。バイバイ。うん。OK だよ。うん。手届かんもん。ここで話す方。